一郎、過去の激ヤバ発言が掘り起こされたピンチ。スマートで紳士的なイメージしかない国民的な英雄一郎。高校時代から文武両道の教育を受けており、勉強でも優秀な成績を収めてきた。メジャーに挑戦してからも英語でインタビューに答え、ジョークも交えるなど素敵で品性があるイメージをファンに与え続けてきた。そんな一郎さんだが、少年時代はやんちゃな一面もあったようだ。一郎は松井秀喜との対談で、松井はさ、いつプロに行けるなって確信したと質問したと自身の過去を暴露した。俺はね、小学生の時30メートルくらい前に女の子が歩いてたんだけど、その子に近所の柿を投げつけたら当たったんだよね。あ、俺センスあるわって思った。松井は苦笑いした。柿レーザービームはあかん。ワイも一応に柿投げつけられたい。渋柿やったんやろ確か。当時は投手としてのイメージやったんやろうな。松井は父親にすごい道徳に厳しい教育されてたから、内心はなんやこいつって思ったやろな。松井と一郎って高校時代の練習試合の終わりにお風呂一緒に入った仲やで。柿の話は本当やろな。一郎の本にも書いてあった気がする。松井は実家が宗教の教祖だからな。一郎は今なら絶対炎上してたと思う。愛も渋垣投げたらカニに当たったわ。一郎はただ B 型なだけだぞ。その対談見たわ。一郎、女がね、松井、あ、女性が、一郎、育ちいいな、俺は女って言っちゃうもん。松井痩せ。子供の質問コーナーで、子供、お二人は年俸たくさんもらってますけど一番高かった買い物は何ですか？一郎、税金で半分持ってかれるから思ってるほどお金もらってないよ。な、松井秀喜、そう、ですね、子供はこんな感じだった。持っていかれるっていう言い方に政府への恨みを感じる WW。 半分持って帰られてもスポンサー収入含めて2桁億だろ。同じバス線に通ってたいのが見て、こいつ程度でいけるなら俺も余裕でいけるわって思ったエピソード畜生すぎて好き。その柿ぶつけられた女性柿持たされてインタビュー答えてたような、怒ってる感じは一切なかった。なんか問題ある発言しかしてないイメージというか、ずっと何言ってんのって感じの人じゃない？それはそうやな、常にインタビューは困らせてたイメージしかない。扇監督と一緒に答えたインタビューで監督にエロアニメの魅力を解説しててびっくりした。あの時やられた柿の妹です。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。